はい、烏帽子ヶ岳の、登山口へ来ました、往復5時間の、予定であります、ちょっと空は曇っていますので、ちょっと展望は望めませんかもしれませんが、行ってみたいと思います。はい、登り始めて10分が経過しました、このような森林帯の中を、ひたすら登っていきます。登山道はよく整備されています。一汗かくまで、しんどいです。まあ、順調に、高度を稼いでいきます。車が3台止まっていましたので、先行者の方がいらっしゃるものと思われます。頑張ります。20分経過しました。烏帽子岳、小八郎岳の、分岐へたどり着きました。小八郎岳まず行ってみたいと思います。小八郎岳山頂へ着きました。こんな感じです。残念ながら展望はありません。本来ならば、南アルプス、それから、松川、飯島、伊那の、町並みが見えるはずですが、本日は厚い雲ではありませんが、展望がありません。片桐小八郎の霊の日です。何の日かよく分かりません。後で調べてみたいと思います。何やら展望が開けてまいりました。あれか、あれが烏帽子岳でしょうか。よいしょ。烏帽子ヶ岳ですかね、あれ。まだ結構あります。岩場も見えます。登山開始1時間50分、飯島ルートとの分岐へ来ました。ここは7合目でもあります。あと1時間40分とあります。ガスが切れて、見えないか。
コスモ、それから千貝れ、南駒ヶ岳といった南アルプスのや、あ、失礼、中央アルプスの山々が、木の向こうに見えます。風が吹いて非常に涼しいです。登頂時にもガスが切れていることを願います。ちょっと休みます。登山ルートはこっちです。7合目から烏帽子ヶ岳へ向かっております。右側斜面、谷になっています。左側関谷と呼ばれる場所、岩、これは、これは危ないですね。危ないです。どうでしょうか。かすってます。では、登山道行きます。展望が開きました。眺望が開きました。南アルプスですね。これが赤石か。潮見かな。貝駒千畳北岳あたりかな。潮見赤石あたりかな。ちなみに。切れ落ちています。危ないっす、危ないっす、危ないっす。先行者の方が行きました。早いです早いです、もうちょっとだと思います。烏帽子岳山頂、烏帽子岳上級者コース、上級者コース、山頂、こっちへ行きます。もうあと数分だと思います。いや、山頂かな。よいしょ、ストックが邪魔だな。そこ出て抜けたら
どうかな。山頂。山頂じゃない。山頂じゃないか。どこだ。あれか。あれが山頂でしょうか。いい眺め。いい眺め。ただいま、烏帽子岩に登りました。素晴らしい眺めです。これは、ノコギリ、ノコギリですね。ノコギリとカイコマです。千畳、北岳、愛の岳かな、赤石かな。塩見かな。わからない。なか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 の眺めだ。この尾根を登ってきたことになります。松川、飯島、駒ヶ根の町並みが見えます。山頂がどこかよくわかりません。その辺だと思います。行きます。着きました。烏帽子岩じゃない、烏帽子岳じゃない、烏帽子ヶ岳山頂。おお、はあはあはあ、これはコスモ山か。コスモ山、コスモ山ですね。コスモ山、仙外嶺、南駒ヶ岳。へえ、綺麗だ。そして先ほど見た南アルプスの山々。ああ、うん、あの辺は八ヶ岳でしょうか。この辺は八ヶ岳でしょうか。360度。良い展望です。あれは年上ヶ岳かな。先ほどの後ろから来たトレランの人はあそこまで行ったと思います。さらにもしかして奥年上とコスモ山など縦走するのかもしれません。コスモ山がすごい。
うわ、雪がかなり残っている。コスモ山がすごい。うわーすごいな。うわすごいな。では、よいしょ。おっとっと、足場が悪い。しばらく休んで油断します。